メディアを再生する、恐怖の足跡全編、字幕なし、恐怖の足跡は、1962年に制作された、ハーク・ハーベイ監督のカルトホラー映画である。1962年に制作された本作は、ホラー映画ファンから、絶大な支持を得ている、カルト映画である。ホラー映画の手法の先駆者的存在でもあり、クオリティの高い仕上がりになっている。 第一線で活躍する映画監督たちにも多大な影響を受けた映画として本作を挙げるものも少なくない。1998年にはウェスクレーブンによりリメイクされたエンジンを吹かす2台の車。それぞれ男女の若者たちが乗った車は勢いよくスタートを切って小道を爆走する。かなりのスピードで走りまくる2台の車だったが、 メリーらを乗せた車が誤って川へ転落。警察たちの必死の捜査も虚しく、車や遺体は発見されなかった。しかししばらくしてから、メリーだけが自力で川から生還。応急処置を受け、あの悲惨な事故を忘れるためにメリーは別の町へ移り住むことにする。一人車に乗り込み、新たなる居住地へ向かう途中、彼女は通り過ぎた、荒れ果てた。 遊園地で不気味な男を目にする。男に、正気は感じられず、不可思議な視線でメリーを見つめた。奇妙に思いながらもその場を後にしたメリーは、新たな居住地で、オルガン奏者としての職を得ることもでき、順風満帆な生活を送れるかのように思えた。だがそんな彼女の身に次々と、不可解な出来事が起こり始める。次第に、 あの男の幻影に悩まされ始め、悪夢は徐々にひどくなっていく。本国アメリカでは、様々な形で DVD として発売されており、もともと白黒だが、デジタル処理を施したカラー版も発売された。日本でも2005年、2006年にそれぞれ DVD が発売されて、白黒版とカラー版の両方を見ることができる。ありがとうございます。